皆さんこんにちは、なあちゃんです。今回はジャニーズフェスティバルについて話していきたいと思います。このアンケートを何にしたかなとか、そういうのを話していきたいと思います。それではスタート。まず、まあこのメールが来た時に12月30って書いてあって、え、買う子ないのかなとか思ったんですけど、どうなんでしょうね。その辺はちょっとよくわかんないんですけど、なんか前ジャニーズカウントダウンで2016年になる時もアンケートあったんですけど、それとなんか同じような感じで、今回アンケートがあってめっちゃ嬉しいんですけど、私は出演するジャニーズのグループだとセクシーゾーンとなにわ男子に入っているので、その2つで応募しました。質問1、ジャニーズフェスティバルでセクシーゾーンに歌ってほしいセクシーゾーンの曲はっていうのが3曲選べたんですけど、めっちゃ迷って、まあ、まずインスタのフォロワーさんに何にしたって聞いたんですけど、それを参考にしてちょっと投票しました。まあなんか個人的に、まあ経験した中で5人の曲を4人でやられるのはちょっと、まあ自分そうちゃんが活動休止してた時もそんなになんか嬉しくなかったんですね。だからまあ4人で発売された曲がいいかなと思って、そんな感じで選曲しました。で1曲目が桃色の絶対領域にしました。なんかやっぱりなんかインパクトがあるかなと思って、あの曲インパクト残したいじゃないですか。あの他のグループのファンの方にもセクシーゾーンっていい曲だなとか思ってほしいって思って、とかセクシーゾーン以外のファンの方だったら、ジャニーズのファンの方だったら、まあ、マイナーな曲なのでこれがいいなと思って1曲目はそれにしました。2曲目は、まあ、夏のハイドレンジア、まあ、今年のね2021年の顔となる曲だと思ってるので、まずまあこれで、3曲目は、まあ、今年、まあ、最後10周年、まあ、最後ということで Change the World。 セクシーゾーンのセクシーゾーンはやっぱり、まあ、どちらにしろ歌うかなとか思って投票しなかったんですけど、セクシーゾーン特にねデビュー曲を4人でやられると結構メンタルくるんですよ。そうちゃんのとそうちゃんがお休みしてた時にねやってて、涙バーバー、なんでここにそうちゃんいないんだろうとか思って泣いちゃう時もあったんで、そうだけあんまそういう5人の曲は入れない方がいいかなと思って選びました。でなにわ男子は何にしたかというと、1曲目はダイヤモンドスマイルにしました。やっぱ私の中でなんかなにわ男子ってこれが一番なんか王道かなと思って、2曲目はツーフェイスド、めっちゃかっこいいと思って、これこのなんかなにわ男子はキラキラ系みたいなイメージがあるんで、めちゃめちゃこの曲かっこいいなと思って、3曲目はソーダポップラブ、かわいい曲がいいなって。でなんかウブラブはまあどうせ歌うだろうと思って投票しなかったです。2番目の質問、ジャニーズフェスティバルで聴きたいジャニーズソングは、まあ、これはほぼなにわ男子もセクシーゾーンもほぼ同じ回答にしたんですけど、まあ、3曲まで応募できるって書いてあったんで、1曲目が NYC ボーイズの NYC で、これはね、まあ、でもゆうまくんが出ないのかな、わかんないけど、なんかサプライズで出てくれないかなとか思いつつで、2曲目が嵐の花火、まあちょっと季節外れなんですけど、まあこの曲個人的に好きなんで入れました。で、3つ目が ABCD の砂のグラス、めっちゃこれいいんですよ。で、増田亮くんとあとね森田美優斗くんと半沢克樹くんとあとアンダーソン・ケンシーっていうくんがあのね4人で歌ってた時があったんですよ。2014年ぐらいかな。でもみんなもう退場しちゃったんですけど、それの大好きすぎてもう今でも砂のガルスめっちゃ好きなんですよ。でなにわ男子はそれじゃな、あの嵐の花火をやめて、やっぱ季節外れかなと思ってやめて、スマップのオレンジ、まあ、これもそんな季節合ってないかもしれないですけど、まあ、個人的に好きな曲を入れたって感じですね。なんか別にセクシーゾーンの曲じゃなくていいかと思って。はい、次 Q3 の夢のコラボレーション、あなたが見たい2人組コラボはって書いてあるんですけど、であのセクシーゾーンの方ではケンティとコーチくんと北斗くんと風磨くん、まあこれ2人
までしか書いてないんですけど、追加で下に書いて、個人的に、まあ、B.I. シャドウが見たいなと思って、その現役 B.I. シャドウを知らないので、現役 B.I. シャドウ、現役の B.I. シャドウ見てたのかな、わかんないんですけど、昔少クラを見た時あったんですけど、見てたのかな、わかんないんですけど、多分記憶ないのであの B.I. シャドウが見たいなと思って、まあ、これみんな結構投票してる人多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ私個人的にララリラが好きなので、ララリラを見たいなと思って、ララリラ見たいですと思いました。で、なにわ男子の方では向井康二くんと平野翔くんと大ちゃんと、あとちびりゅうとれんくんで、なにわ王子と金冠何金の復活を見たいですって書いたんですよ。で、曲は関西の曲、何でもいいなと思って、でも個人的にはまあでもハピラキかな、関西の曲で、やっぱ私らの青春なので、もう一回見たいなと思って、そんな感じで送りました。皆さんはどんな感じで送りました？私はこれで応募しましたってのあったらコメント欄で教えてください。終わります。以上、なーちゃんでした。バイバーイ。